ご存知でしたか？痩せる味覚にリセットできる方法があるんです。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ痩せる味覚へとリセットすることができるのかということで、そのポイントをお伝えしていきます。まず1つ目、その味覚のリセットをする必要があるんですよね。そのことであなたはついつい甘いものや脂っこいものがなんでこんなに欲しくなるのかなっていう、そういった状況を改善することができるんですよ。そのために必要なあるものがあるんです。それはまた後ほどお伝えしていきますね。やはり味覚異常ですよね。味覚がそもそもおかしくなってしまってらっしゃるからこそ、太りやすい食べ物がもうやめられない、止まらないってね、まあ、なるわけですよね。ですからそもそもあなたのお悪いのではなくって、そのあなたの味覚がおかしくなっているだけという可能性も大きいわけです。ではどうしたらよいのかっていうお話を後ほどしていきますね。では次2つ目です。このあるものを摂ると腸内環境が整います。とっても大切なんですよ。やはり健康的で綺麗に痩せるためには大前提として、あなたの腸内環境が綺麗にですね整っている必要がある、まあ、イコール腸内細菌たちのバランスが整っている必要があるわけなんですよね。ここを無視して痩せるっていうのはもうないです。それぐらい腸内環境とダイエットというのはもう本当に結びついていますから、ここも整えることができるというお話になります。では3つ目、タンパク質です。私がですねこの動画を通じてお伝えするあるものを摂ることで、そのしっかりとタンパク質も摂ることができるんですよね。やはり痩せるためには栄養バランスが大事、まあ、その中でもタンパク質ってとっても重要なんですよね。例えばお肉、お魚、大豆製品、卵などなど、こういったものを太るんじゃないのかなと思ってやめてしまわれると逆に太りますよ。ダメです。逆にしっかり召し上がっていいんです。適量であれば。そこのバランスが大事ですから、私のまた別動画でね、たくさん腸活ベースの食材をお伝えしてますから、この動画見終わった後に先生どんなものを食べてるのかな、どんなものを伝えてくれてるのかなってねチェックしてみていただきたいと思います。ではここから味覚についてさらに詳しくあなたにお伝えしていきますね。よく味覚と言われますのは今までは5つだったんです。例えば1つ目、甘味、まあ、甘みですよね。そして2つ目、塩味、まあ、塩系ですよね。そして3つ目、酸味、まあ、酸っぱいとかですよね。で4つがクミとも言いますが苦味ですよね。苦いなって思う味覚。そして最後が旨味ですよね。旨味成分とかよく言いますよね、まあ、日本人なんかはこの旨味がすごく敏感だって言われてます。他のまあ諸外国の方の味覚にこう旨味をこう感知できる力ってまあ低いと言われているそうなんですよね。やはり日本人は出汁であったりよくありませんか。私もうっかりとですねこう出汁を取り忘れて味噌汁なんかを作りますと、あらなんか味が違うってこうすぐ分かるんですよね。あなたもいかがですか。何かこうちょっと入れ忘れたってすぐ分かりませんか。やはり私たち日本人って素晴らしい味覚持ってるんですよね。うまみです。昆布だし、かつおだし、いりこだしとかそういっただし、そういったこう隠れたうまみ成分というのをやはり感じる力って私たち優れているんですよね。ただここ最近の研究で出てきたのが第6の味覚と呼ばれる脂肪を感知できる、まあ、味覚ということで、こう脂肪味というのがあるということがね最近の研究結果で分かってきたということがあるんですね。でこれは何かというと、詳しくこちら見ていきましょう。この脂肪に対してこれは脂肪だなってその分かるその味覚が鈍い方っていうのは、どうしてもその脂肪分をたくさんその逆にこうどんどん食べてしまう傾向にあると言われているんですよね。結局この脂肪味が
こうよく感度が高い方っていうのは食べ過ぎない傾向にある。逆に鈍くなってる方、この味覚が鈍い方っていうのはもうどんどん脂っこいものとか味の濃いものとかうまいものとかもういっぱいありますよね。そういったのがその食べても食べてもこう満足できないって言われている味覚なんです。怖いですよね。ですからもしあなたが、もう過去の私もそうなんですけども、もうとにかくその甘いものがもうやめられない、止まらないとか、もうなんでこんなにいけないって分かってるのに、もう天ぷらとか天丼とか、もう濃いもうギットギトの、まあ、唐揚げとかもこうお箸でつまんだら油がボタボタボタみたいな、もうあんなぐらい油っこくなってもう食べた気しないとかないですか？そういった方というのは、そのあなたが悪いのではなくって、もしかするとあなたのその舌の味蕾と呼ばれるその味覚を感知できるその感度が鈍っている可能性があるんですよ、ということになるんです。それでは2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回もしかしたら私、先生が言う通り脂肪味が鈍ってるのかもって思い当たったあなたは大丈夫ですよ。これを取ればあなたの異常、味覚異常が改善することができます。それは何をということで、トリプトファンになります。でこの成分をたくさん取ることがこの味覚異常を改善する近道になるんですね。でこのトリプトファンっていうのはセロトニン、まあ、別名幸せホルモンと呼ばれる、幸せだな嬉しいなってこうルンルンでいられるですね、それをこう感じることができるホルモンのことになるんですけども、そのセロトニンの材料となるものなんですよ。ですから、まあ、痩せるためにも必要ですし、日頃から嬉しい楽しいとかそういったこう気持ちをこうハッピーにするためにも、このセロトニンってとっても大事なホルモンなんですよね。でもそのセロトニンってやっぱり作ってあげるものですよね、まあ、日のね日光朝日を浴びるでも作ることができるんですけれども、やはりこのセロトニンっていうこのホルモンってね、もう9割方腸内で作られているんですよ。ご存知でしたか？ですから逆に言うと腸内環境が悪いとこのホルモンがしっかり取れないわけです。ですから腸内環境を整えるって大事ですよっていうのを、もう私は声を大にしてお伝えしているわけなんですよね。ちょっと話戻しますけども、このセロトニン、大事なホルモンのそもそも作るための材料となるものがこのトリプトファンなんです。でこのセロトニンの材料となるこのトリプトファンというのが、脂っこいものがもう食べたい食べたいもう食べてよってもういちいちそう指令をしてくれる、このドーパミンというホルモンをこう抑えてくれる効果がトリプトファンにはあるんですよね。ですから逆に言うと、このトリプトファンを取ってあげることで脂っこいもの、要はこの脂肪依存というのが改善されるということになるんです。では3つ目の項目です。どのようにということで、先ほど2番目でお伝えしましたトリプトファンが入っている食べ物ってどんなものっていうことですよね。もう簡単ですよ。もうどこでも買えます。それはいろいろあるんですけれども、今回私が腸活専門家としてあなたにも一押しなのがこちら、植物性タンパク質を含む大豆製品になります。この大豆製品を取ると、先ほどお伝えしましたトリプトファンをしっかり取ることができて、あなたの脂っこいもの、味が濃いもの、甘いものが食べたいっていうその味覚の異常を改善してくれる効果が一番あるものがこの植物性のタンパク質になるんですよね。ちょっと見ていきましょう。もうベストは大豆製品プラスその大豆製品が発酵している発酵食品です。なぜかというと、この発酵食品というのがあなたの腸内を整えてくれるもう一番おすすめの食品になるんですよ。発酵しているからこそ消化に負担をかけず、しかもその痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が一番多く含んでいるのがこの発酵食品になるんですよね。ちょっと見ていきましょう。味噌だったり醤油だったり、こういった調味料からも簡単に取れます。またお豆腐だったり納豆だったり、まあ、高野豆腐、おからパウダー、もうきな粉などなども、豆乳とかもいっぱい
ぱいの味噌製品ってもうあちこちで簡単に手に入りますよね。しかも女性にとって嬉しいイソフラボンも入ってますから、女性ホルモンと似た働きをしてくれることで脂肪燃焼効果であったり、そのコレステロール値を下げてくれたりとですね、まあ、いろんないい効果がたくさんあるんですよね。ですからまずは大豆製品を取れることがベスト。で、例えばこうご病気だったり何らかのこう、まあ、原因があってなかなかその大豆製品が先生取れません、でもどうしたらいいんでしょうという方は大丈夫です。動物性のタンパク質にもトリプトファン入ってます。ただやはり発酵している方が私はおすすめなので、ヨーグルトであったりですね、そういった乳製品を取られるといいと思います。その比率はねちょっと低くなりますけれども、ヨーグルトでもトリプトファン取れますから、もしあなたが大豆が苦手とかアレルギーがあるとか、ちょっと病気の関係で先生がやめてくださいって言われてるとかがあれば、ヨーグルトでも OK です。さあ、いかがだったでしょうか。今回はあなたが脂っこいものや甘いものをもうとにかくやめられない、止まらないっていう風になってらっしゃったとしたら、あなたがお悪いのではなくって、もしかするとあなたその味覚自体がもうおかしくなっている証拠ということをお伝えしました。ではどうすればよいのか。トリプトファンというその脂肪をですね、欲しい欲しい欲しいって思うそのホルモンを抑えてくれるものを食べるといいんですよ。それは何かというと、もう一押しは大豆製品、しかも発酵している味噌や醤油などがいいんですよ、まあ、納豆もそうですね、いいんですよということをお伝えしました。もう日々のお食事の中でぜひこのトリプトファンを上手に取り入れていただいて、あなたの味覚を正常に戻していって、根本的な痩せ体質を手に入れていただきたいなって心から願っています。ご一緒に取り組んでいきましょうね。腸活は裏切りませんよ。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。